これから中国戦に向けて日本代表、まあ、本当に今五分になりました。そして残り4試合、日本代表にとっては本当に大事なゲームばかりになります。特にまあこの1戦目の中国戦というのは、まあ、勢いをつける上でも絶対勝たなければいけないというところ、まあ、ちょっとその悪いニュースなんですけれども、怪我をしている選手が何人かいるということで、まあ、吉田キャプテンを中心にですね、まあ、この前活躍した三笘選手なんかも怪我ということで、ちょっと心配ですが、まあ、あのいろいろネットのニュースなんかを見ても、監督さんはあんまり気にしてないと、強くなる活躍をしております。まあ、これはもう多分何か策があるんだろうと思いますけど、ぜひとも日本、いい形でですね、この中国戦を勝って次につなげてもらいたいと思います。